「新平家物語」第618回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城治彦です。 主戦場は海上だが、一部の区ちも当然戦場の範囲には入っている。区画では区画の微妙な動きやら影の戦いもあったのは言うまでもない。 赤間の臨海館の後へ前夜から身を潜めている兵大納言時忠また夜半過ぎ串崎の北磯から武蔵坊弁慶に送られて義経の聖書を携え父時忠のもとへ急ぎに急いで行ったさぬきの中将時真などもどうしたか同じ臨海館跡の古屋方の一つには明け花の万木なる怪物欧州の吉次という幼少その二人が潜っているらしい気配もあった。 その他、町屋の諸書三夜の至る所に姿こそ見せないが戦わぬ庶民もその日の会場を固唾を飲む思いで眺め合っていたことだろう。とにかく平家の赤旗は昨遊以来赤間が関一帯の陸上から影を消していた。ことごとく今日の海戦に出たものと思われる。 そして今日の埠頭から壇の浦や櫛崎の磯松原田の漁村の屋根越しにひらめき見える旗のぼりはすべて源氏の印だった火の山の上に望まれるのも白旗だった今も壇の浦の辺りを一軍の牙が東へかけてゆくのが見える つ船手の味方はやうしと、源氏の騎馬勢は陸上で気をもみ、口々に、敵の船勢は我が水軍を串崎に追い詰め、三方より皆殺しを図る景色ぞと叫んでいた。 で、当然な火星を思い、おのおの援護に駆け集まったものらしい。だが、川などと違い、海ではあるし、激しい牛を、馬を乗り入れての火星など、思いもよらない。ただ波際に馬を立て、弓をゆんでにして、近くこそ寄れ、人はを吹かせんと、海上の敵をにらまえているだけだった。 その中には金子十郎、和田義盛、鎌田正親、畠山重忠、熊谷直實、ね、片岡為春など、兜のまぶさし深く、僧のまなこを研ぎ澄まして、うつつもなき顔も見える。そのうちに彼らはまたドドド,ド,ドッと、東浦の方へ2丁ほど先を争って駆けなだれた。 平家の左翼か中軍の船勢かどっちかであったろう。平家方の三段の陣もここへ来ては見分けもつかぬほど包囲の翼を狭め、岸へも源氏の船へも近接していた。それとばかり、久賀の源氏が駆け出したのも、敵の戦隊が近々と東浦の岸へ接してきたのを見たからだった。おのおの鶴を争い張って、得たり、やころさと、渚から敵の船めがけてビュンビュン言い出した。 海面での視覚は久賀の目測とだいぶ違う。思いのほか距離があった。矢の多くは虚しく落ち、波間のちりと浮いて流れてゆく。平家はこれを見て、あなしょ少子とどよめき笑い、小坂式久賀の東国武者どもに、潮風の中の強矢はこういるものと目に見せてくれんず船船の共栄に平家は号泣の死を揃えて一斉な矢響を押収しだした。ええら 東国武者の中にもさすが腕節の弓取りもいるにはいるわ。船館の隅柱へのぶかに立ったるこの矢を見よ。この敵の矢を。今、目を丸くせんばかりに兵どもが下で騒ぎ合っている様子を見、友森は矢倉越しに下を覗いていった。三つえ、その矢を抜いてこれへ見せよ。は、ご老人なされますか。木の三つえはすぐ矢を引き抜いて友森の前へ持ってきた。 友盛が手に取ってみると、甲の羽を剥いだ白野の矢に漆垣の細字で和田小太郎義盛としてあった。当時の風習としても、持ち屋全てに署名したわけではないが、号泣の死は、おのおの幾筋かの鬼名矢を背のえびらに持っていた。そして除染の矢合わせに、我が腕のほどを見よと誇っていたのである。 このことを当時の武者は野玄山とも唱えて、事故の記名屋は事故の分身のように大切にした。だから目標を居外しなどして、その矢で敵が居返してき、自分の矢で自陣の損害を受けたりすると、物笑いの種にされた。さても、珍しき人の野玄山から、鎌倉の和田小太郎とも言われる武者の矢に答えもせぬはるみと言われん誰か、 この矢を和田の陣へ変報してやるものはないかとももりの言葉に三つ杖が、ならば、伊予の国の住人、二位の騎士郎へその矢を賜りませ、騎士郎なればいたしましょう。選ばれた伊手の騎士郎近清は、和田の矢を賜って、海面三丁余りを言い渡し、和田の騎馬陣に和という答えを沸かせた。矢は、和田の後ろにいた石田左近太郎の肘に見事立ったのだ。左近太郎は馬から落ちた。 近くにいた東国勢は、あな終始、あな肉やわだがそこつな夜剣山してつまらぬ恥をかきぬるわと口々に言ったので、小太郎義盛はいたたまれなくなったものか、一陣、他の渚へ駆け去って船を求め出した。海上へ戦い入れ、恥を注ごうの所存らしい。この際、同様な夜剣山は諸々でも見られた。義経の身辺へも平家方から平野の大家が飛んできた。 漆垣を見ると任意の郎地知花清とある義経はその矢を誰に与えたものかと後藤票へ実元に尋ねたやがて戦中の一子開源寺のあさりの余市が選ばれたこのあさりの余市は走るしかも依存じたことがないと言われ一名を「はしかの余市」とも呼ばれていた 彼は賜った矢を継がえ、狙い外さず敵の一線上に見える二位の騎士郎を一死で射止めた。うわーっと味方の喝采が湧く、敵の色なきどよめきも眺められる。工房いずれかの土壇場へ来て、夜弦山の応酬など、地と悠長な感もあるが、戦争の遂行にも時代の型と約束があった。 個々の武者敵は軍の共同的な精神よりは個人の名を重しとしていた風がある。敵と戦う以上にも味方同士の名誉争いがひどかった。 陣名乗りは言うに及ばず、諸事のやがらにまで我が名を書くような風習も自然そこから生じたのである。しかし、東野投市の野玄山などはまだ距離がある間のことで、やがて敵味方相互の顔も見えだし、わめきの意味も聞き取れるほど厳言,言接し合ってくると、もう乱戦乱射、めちゃめちゃな山瀬と化してしまうのだった。 源氏は苦戦だった。すでに串崎の朝廷に沿い、その戦列も細長く乱れてゆき、ある部分では早くも寸断されかけている。排水の陣ならぬ排陸の陣に源氏の船は皆置かれた。待ったなしの決戦を今は余儀なくされた形である。清掃の木、何に例えようもない。受けに立つこともできず、退くことも許されなかった。 なぜなら串崎の南の沖には兵軍の右翼と見える約七八十隻が早くも先へ回っているそれが徐々に源氏の軒口を立ちかけていたこう見回せば完全に源氏は敵の大きな包囲陣の中にあったそしてそのうちの一線上に義経の姿もあった。 以前、依然司令登場の彼の影だけは変わりがない。その相棒は何を思うか、この事態に追い込まれてもなお乱として澄み切っていた。忠信、あ桜間之助を呼べ、これへと申せ、心へばいた。忠信が駆け下りて行くと、すぐ彼に伴われて初振りをつけた桜間之助義頭が櫓橋号を登ってき、お前にとひざまずいた。 讃岐の中将時真と共に義経を失い時真は帰ったが彼のみは戦中にとどまっていたのである。助かあれ見よ串崎の南の沖を、我が行く手に現れて先を立つがごとき構えを取った平家方の七八十艘それがしも今あれはいかにと疑うていた折でございましたそこもとの勧めを入れ内容の役を誓こうた阿波の民部の船手とは違うか 兄民部のそれか否か、なおしばし見ておらねば。いやいや、味方の後方は敵に追いつかれて苦戦に見えるぞ。松はもどかしい、一刻も早くあれ確かめたいが。では、串崎船一艘をそれがしにおかしたまわりませ。おいをに乗ってあれへこぎ寄せ、もし兄民部の同勢なればすぐに合図つかまつりまする。よし、早く参れ。それからすぐであった。 串崎船は義経の帰還を離れて南へ向かった。まだ楽町の余生はかなり急と見え、その速い影は一様の行方に似ていた。そして瞬く間にそれは彼方の戦軍に近づいた様子である。しかし何の変も現れない。義経は凝視した。多少の不安を眉に。するとやがて、 彼方の七八十席の上に見えた紅の旗は源氏の白旗に変えられた。おおさてはやはり阿波一刀の船手であったか四国の阿波勢こそは平家の列を出し、今よりは源氏の味方となったのぞ義経が告げ渡すまでもなく、源氏の総勢はわーっと諸声を上げた。瞬間は目を疑ったが、疑いもなき四国勢の大藩として踊らんばかり喜んだ。だが、 一瞬の兵軍の上には声もない悲風が吹いて通った。おそらくはそこの人々こそ目を疑って仰天したことだろう。皆な愕然と色を失い怒りを目に込めて今の今まで泡の民部めを去る人でなしともつゆ思わず山が松ラ島などと共に一方の大将を任したのこそ口をしけれと足ずりして罵りあったにそういない。 がとと言おううはもう逆転していた四国勢の寝返りばかりでなく筑紫党の戦軍の中でも同時に何事かが起こっているらしいまた元軍の美談に絡んで追撃に追撃を加えていた平家の左翼や中軍も例外ではなかった 無料600余席の繊栄が棒でかき回された治水の落下にも似た渦を描き始めている思い思いなうろたえと闘魚を描いた行動には早くも混乱の兆しが見え奇するところもないありさまだったこわあそも何事も仁義の変化て変ぺんか 一つ一つの平家型の戦場こそまた思いやられる。平家人自体にさえ何が何なのか訳がわからない競争を周囲に見たことだったろう。そして疑う身もつい老狽の波に巻かれて、いよいよその無闘業を大きくしていたに違いない。 バレですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ